札幌中央区にある丸山為小児科。この日は朝から発熱などの症状で受診する子どもたちが次々と訪れていました。こちらでは今月に入り患者が増え始め、例年の同じ時期と比べて 1.5 倍近くになっているといいます。中でも気になるのが、先週は2名のインフルエンザの患者さんいらっしゃいましたのでね、まあ、基本的にはインフルエンザというのは冬の病気です。ですから6月、7月、8月、9月というのはほとんどゼロに近いんですけども、今シーズンは極めて異例な状況かな。例年11月頃から流行が始まり、1月から2月にピークを迎えるインフルエンザ。しかし道内のインフルエンザの患者数は今月3日までの1週間で1医療機関あたり 1.43 人となり、すでに流行開始の目安とされる1人を上回りました。今月4日には札幌市内の小学校2校で学級閉鎖が相次ぐ異例の事態となっています。熱と、咳、喉のガラガラって感じで来ました。早めに予約しました。何の予約ですか？あ、インフルエンザの。今年はいつもよりも早めに。そうですね、打つのも早めにしようかなと思ってます。発熱で来ました。そうですね、今まで通りもマスクとか手洗いうがいとかそういう感じになると思います。予防接種は早めにした方がいいのかなと思いますね。流行時期が例年より早まる可能性が出てきた今年のインフルエンザ。しかしワクチンの接種はまだ物が届いておらずできない状況です。丸山為小児科によりますと、接種は来月から始まる予定です。要は1月2月の流行に向けて、まあ、年内にやっておけば安全でしょうかねっていうアナウンスは毎年するんですけども、もしかしたらもう今年はもうちょっと早くやっていただいた方がいいのかもしれませんけどね。流行に備えて手洗い、うがいなど基本的な感染対策の徹底も重要となりそうです。